オゼラ FA1 回は、オゼラスクアドラコルセが1984年、1985年、1986年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーは、ジェラール・ドゥカルージュとジュゼッペ・ペトロッタ。5名のドライバーにより31戦に出走した。FA1 回は、オゼラにとって初のターボ車であった。また、 それまでのオデッラのマシンとは、類似点を持たなかった。事実上、アルファロメオ 183T を回収したものであり、以降のオデッラのターボ車の基礎となった。FA1 回は5位に2回入場し、ポイントを獲得した最後のオデッラのマシンとなった。1977年に、初めて登場したターボエンジンは、根本的な信頼性の問題を徐々に克服し、 1983年にはグランプリを支配するに至った。この年は15戦のうち12勝がターボ車によるものであった。ルノー、フェラーリ、ブラバム、アルファロメオ、マクラーレン、ウィリアムズと主要チームのほとんどがターボエンジンを採用していた。1984年にはシーズンが始まると小チームの大半がターボエンジンにチェンジした。彼らの多くは カスタマーエンジンを使用した。オゼッラもまた1983年カスタマーエンジンを獲得する。彼らはアルファロメオを選択した。1983年の夏、12気筒の自然吸気エンジンの供給を受けたが、これはアルファロメオが独自のターボエンジンを採用した後に開発停止した時代遅れのものであった。1984年にオゼッラは アルファロメオのターボエンジンを獲得1988年まで使用することとなる。加えてアルファロメオは車シシーと車体の分野でも技術支援を提供した。オゼラ FA1 回はジェラールド・デュカルージュンが開発したアルファのファクトリーチーム発のターボ車であるアルファロメオ 183T を元にして製作された。オゼラの前年までの車両はアルミニウム製であり FA1 回は オゼッラにとって初となるカーボン複合材製の車両である。カーボン複合材の車両開発の経験がなかったオゼッラはアルファロメオから前年モデルのアルファロメオ 183T をカーボンファイバー製車両を開発するための参考として譲渡された。オゼッラはこの 183T のモノコックそのものを流用した車両を作成し、 FA1 回の名称で1984年シーズンにエントリーした。この車両は 183T とは異なり、プッシュロット式のフロントサスペンションが取り付けられるなど、オゼラが独自に開発した内容が反映されていた。FA1 回のエンジンは、前年に引き続きアルファロメオ製だったが、な、エンジンのアルファロメオ1260からターボ搭載の 890T に変更された。 また、タイヤはミシュランからピレディに変更された。FA1 階は、アルファロメオ 183T のモノコックを流用した、モノを含め、シャシー番号04までの4台が製造された。オゼラ FA1 階は、3年間で5名のドライバーがドライブした。1984年は最新型であったが、1985年と1986年は、 経験の浅いドライバーのバックアップ用として使用された。1987年シーズンはスペアカーとしていくつかのグランプリに準備されたが、決勝で使用されることはなかった。1984年はピエル・カルロ・ギンザー2の一台体制でエントリーし、シーズン後半から体制拡大、ヨーガルトナーに二台目が与えられた。ギンザー2はアルファロメオ製車 C を改造した。 FA1 回を開幕戦でドライブした。この車両は、第2戦南アフリカ GP の決勝前、ウォームアップ中にクラッシュし、全損した。南アフリカ GP の段階でオゼラには、スペアカーもなかったが、3週間後のベルギー GP には、新たに製造されたモノコックを使った車両を作成し、欠場することなく参戦した。オゼラ自身の手による、 この車両は本来ガルトナーのために製作された車両であったが、ガルトナーはスポット参戦したサンマリノでは FA1E を使用した。もう一台の車両は7月に完成、イギリスからは二大体制で戦っていく。銀座には16戦中15戦で予選通過を果たしたが、完走したのは7回であった。最高位は第9戦アメリカグランプリでの5位で、 これは1982年以来のポイント獲得であった。銀座にはまたモナコとモンツァで7位に入っている。ガルトナーは FA1 回で参戦した7戦すべてで予選通過した。完走は3回、第14戦モンツァでは5位でゴールしたが、チームは銀座に1台のみでシーズンにエントリーしていたため、ガルトナーの結果にはポイントが与えられなかった。 1985年シーズンは再び一大体制に縮小する。第3戦まで FA1 回を銀座にがドライブ、ブラジル、ポルトガルで完走を果たしている。第4戦からは新型の FA1G をドライブしたが銀座には第9戦ドイツでトールマンに移籍、彼に代わってヒューブロテンガッターが起用された。 1986年は再び二大体制となり、銀座にが復帰。銀座にはシーズン途中で、新型の FA1G と FA1H もドライブしている。セカンドドライバーには3名が起用された。前半6戦では、クリスチャン・ダナーが FA1 回をドライブ6戦中5戦で予選通過したが、いずれもリタイアしている。第7戦から、 アレンバーグか起用される。バーグは第7戦で FA1 回をドライブした後、第8戦と第9戦では FA1G と FA1H をドライブ、その後は再び FA1 回をドライブした。完走したのは3戦のみで、いずれもポイント圏外であった。イタリアグランプリではバーグに代わって、アレックス・カフィーがポイント3戦、f a 一 g をドライブしたが、リタイアに終わっている。 ありがとうございます。